니키야 너 조만간 머리 염색할 거야. 원래 어제 하려고 했었는데 그 리허설 너무 늦게 끝나가지고 못했거든. 한국 가서 할 것 같은데 머리 자를 생각. 강요한 이거 진짜 궁금해. 자르고 싶어요. 약간 너무 똑같은 스타일링으로 너무 투어도 하고 활동도 해가지고 오랜만에 잘라볼까 생각 중인데 아직 마음의 준비가 안 돼가지고 엔진분들이 그렇게 돈모를 원하신다면 엔진분들이 그렇게 돈모를 원하신다면 안 할 것 같습니다. 写真撮ってこいよって言われて、でシアトルにいらっしゃらないと思ってたんですよ僕は。だけどなんかそのインタビューして写真撮影してる時にそのグラウンドから来られて、まさかと思って、それで挨拶して、背番号も背番号も一応だと同じ番号にしました。それでちょっと会話して、で待機室に戻った瞬間にすごい音で写真撮ったよそうそうそう、明日明後日かな、多分2日3日後ぐらいに多分出ると思うんですけど、楽しみに待っててください。出たらいっぱい見てください。他の K-POP のファンの子たちにも友達にも告知しといて拡散しといてください。多分そう撮影した時は結構よく出たんですけど、なんかかっこよく出たんですけど、かっこよく撮れたんですけど、どう編集されたかすごい僕もまだ見てないんで、編集完成されたバージョンを早く見たいですね。いやでもこれ結構長く撮ったからすごいいろんなアングルあると思うんですけど、撮影が14時間したんですよ。この AOTM 青森の撮影14時間したから、多分結構高クオリティが多分出ると思う。本当に楽しみ、よかった。カムバック前にこうやって個人コンテンツ上げて、でも今回結構ENHYPENっていうよりかは僕個人のなんか個性というか、僕個人が自信のあるジャンルを持ってきたんで、多分エンジンはあんまり見慣れてないミキの姿を見れるんじゃないかなって。